雨が上がってきました。今から美鈴大橋を渡り、不動工業さんに向かいたいと思います。この橋は自分が高千穂に来た時にはよく散歩するコースになっています。今日はあいにくまだ雨が降っているんですが、ちょっと弱まってきたので散歩に出かけてみました。山とかを見ると霧が上がっているような感じで幻想的な感じがします。この道は車の通りも少なくて明るいので散歩するのに最適です。ここで橋は終了です。神の鈴って書くんですね。やっと雨も上がりましたね。今歩いてきた美鈴大橋があそこですね。雨が上がってやっと両手が使えるようになったので、少しはブレが少なくなると思います。
ここに駐車スペースがあって、自動販売機が1台あります。よくトラックの方などが休憩されている場所ですね。でここまで来たら標識はないんですが、工藤工業さんに曲がるためにはここを左に曲がります。目印があまりないんですが、この坂を下っていきます。栗の木かなんかがあって、秋には栗の実が結構ここに落ちています。工藤さんが見えてきました。ここに工藤工業さんの看板がありますので、ここから左に入って、事務所はですね、左に入ってで、お客様の駐車場はこちらになっているので、すぐですね、入ってすぐ駐車スペースがありますので、ここに止めてから事務所に向かってください。事務所はもうこっち側ですね。
ここが事務所ですね。で、入ってすぐ、ドアを入ってすぐ、右側が受付になります。以上です。